東京都知事候補者無所属武井直子51歳鎌倉生まれ千葉県大網白里町で育つ一昨年から国政の抗議活動提言活動に携わる国政の変革に向け環境政策提起では 武井直子さんの政見放送です。皆さん、こんにちは。都知事候補の武井直子でございます。私は東京都から世界を変革するつもり、所存でございます。人類の軍事紛争を終結し、暴力犯罪を撲滅し。国際社会を放置統合し、世界平和を実現したいと切望しております。 人は誰でもみんな愛,し愛され、慈しみ合うために生まれてくるのです。一度しかない命を大切に生き,る生きたいと願うことは誰もが等しく同じでございます。私は社会の現状,の現状を改善する政策として、砂漠緑化事業計画をオアシス計画と称して提起しております。詳しくはインターネットで公開しておりますので、ぜひご覧いただき、 皆様におち実現に向けてお力添え賜りたくよろしくお願い申し上げます。都政としては、具体的にいろいろ考えておりますが、まず日本の課題として、大日本帝国時代の侵略戦争犯罪について、厚生課題への取り組みが70年、なおざりになっております。日本が日本であるために、日本人がなすべきことは、天皇制の廃止。 日米,安保か日米安保条約の解消、自民党の解体,解体廃絶でございます。自由民主党が60年、長期政権を担ってまいりましたが、自民党が金権政治で日本を腐らせてきた、これは紛れもない事実です。自民党の内閣閣僚政治、この先制政治を廃して、民主政治を確立する。 そのためには、天皇制の廃止日米安保条約の解消、まあ、これは国政にもリンクしていますが、都政からもこれを提起いたします。東京五輪オリンピックは2020年開催権はトルコへ移譲これが私の政策です。日本が利己主義に独り勝ちしても、利己主義に対して自分だけいい思いしても、国際社会の皆様の犠牲で、 日日日本本の平穏がああることを考え,考えなければははもう明日はありません東京オリンピックは首都圏、首都地震、被災後に復興に向けて、世界中からご支援賜りますようそのた、その時に延期し、今は中東の軍事紛争の終結に、日本として協力して、トルコでの 平和の祭典の催しに貢献するべきだと考えますまた、福島の原発事故の復興に向けて、首都は東京から福島へ移設して、東京都はもっと文化に徹した政治色から脱却した観光,事業観光都市として、進行していくことを考えております。天皇制の廃止に伴い、私は近所陛下を初代大統領にと、 考えておりますそして、天皇・制度にまつわる社会の資産をすべて観光事業として財源化します。そうすることで、日本にはいくらでも財源化しうる資産がたくさんまだいくらでも眠っているのです。日本が今、今というより70年、平穏で来られたのは、他国で本当に犠牲になっている南開発の被害。 軍事紛争の被害、そうした困窮を横目に独り勝ちしてきて、島国に取りこぼっているという現実がございます。そうしたものから目をそ背けて、自分たちばかりのことを考えても、日本の社会自体、良くなることはございません。をを良くくすするるためにはは世界へ目を向けることが必要です詳しくはぜひ、えー、ポスター 私は選挙ポスターに公約を掲げてありますので、ぜひ細かい政策についてはそちらを読んでください。インターネットでも公開しております。皆様のお力添えをよろしくお願い申し上げます。えー、まだ時間ございますが、以上でございます。ありがとうございました。 東京都知事候補者、無所属、武井直子さんの放送でした。